目的。1、本会計基準は、以下の会計処理を定めることを目的とする。1、自己株式の取得、保有、処分、募集株式の発行等の手続きによる場合、及び償却。2、資本金、資本準備金及び利益準備金。以下、資本準備金及び利益準備金を合わせて、準備金、という、の額の減少。2、平成14年2月21日に、本会計基準を適用する際の、指針を定めた企業会計基準適用指針第2号、自己株式及び準備金の額の、減少等に関する会計基準の、適用指針、以下、自己株式等会計適用指針、という、が公表されている。このため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。会計基準。範囲。3、本会計基準は、すべての会社における自己株式の、取得、保有、処分及び償却並びに、資本金及び準備金の額の、減少の会計処理に、適用する。なお、本会計基準は、特に明示しない限り、個別財務諸表における会計処理を、想定して定めている。連結財務諸表における会計処理は、個別財務諸表における会計処理に、準じて行う。用語の定義。4、自己株式処分差額。とは、自己株式の処分の対価から自己株式の、帳簿価額を控除した額を言う。5、自己株式処分差益。とは、自己株式処分差額が正の、値の場合における当該差額を言う。6、自己株式処分差損。とは、自己株式処分差額が、負の値の場合における当該差額を言う。自己株式の会計処理及び表示。自己株式の取得及び保有。7、取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の、株主資本から控除する。8、期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の、末尾に自己株式として一括して、控除する形式で表示する。自己株式の処分。9、自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する。10、自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する。自己株式の償却。11、自己株式を、償却した場合には、償却手続きが完了した時に、償却の対象となった自己株式の、帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。その他資本剰余金の残高が、負の値になった場合の取り扱い。12、第10項及び第11項の、会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が、負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金をゼロとし、当該負の値をその他利益剰余金、繰越利益剰余金、から減額する。自己株式の処分及び償却時の、帳簿価額の算定。13、自己株式の、処分及び償却時の、帳簿価額は、会社の定めた計算方法に、従って、株式の種類ごとに算定する。自己株式の取得、処分及び償却に、関する付随費用。14、自己株式の、取得、処分及び償却に、関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に、計上する。連結財務諸表における子会社及び関連会社が、保有する親会社株式等の、取り扱い。15、連結子会社が、保有する親会社株式は、親会社が保有している自己株式と、合わせ、純資産の部の株主資本に、対する控除項目として、表示する。株主資本から控除する金額派親会社株式の親会社持ち分相当額とし、非支配株主持ち分から控除する金額は、非支配株主持ち分相当額とする。16、連結子会社における親会社株式の、売却損益、内部取引によるものを、除いた親会社持ち分相当額、の会計処理は、親会社における自己株式処分差額の、会計処理と同様とする。非支配株主持ち分相当額は、非支配株主に帰属する当期純利益に、加減する。17、持ち分法の、適用対象となっている子会社及び関連会社が親会社株式等、子会社において母親会社株式、関連会社においては当該会社に、対して持ち分法を適用する投資会社の、株式、
を保有する場合は、親会社等、子会社において母親会社、関連会社においては当該会社に、対して持ち分法を適用する投資会社の持ち分相当額を、自己株式として純資産の部の、株主資本から控除し、当該会社に対する投資勘定を、同額減額する。18、持ち分法の、適用対象となっている子会社及び関連会社における親会社株式等の、売却損益、内部取引によるものを、除いた親会社等の持ち分相当額、は、親会社における自己株式処分差額の、会計処理と同様とし、また、当該会社に対する投資勘定を、同額加減する、資本金及び準備金の額の、減少の会計処理、資本剰余金と利益剰余金の、混同の禁止。19、資本剰余金の、各項目は、利益剰余金の各項目と、混同してはならない。従って、資本剰余金の利益剰余金への、振り替えは原則として認められない。資本金及び資本準備金の額の、減少によって生ずる剰余金。20、資本金及び資本準備金の額の、減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が、発生した時に、その他資本剰余金に計上する、利益準備金の額の減少によって、生ずる剰余金。21、利益準備金の額の、減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が、発生した時に、その他利益剰余金、繰越利益剰余金、に、計上する。開示。22、取締役会等による会社の、意思決定によって自己株式を、消却する場合に、決議後消却手続きを、完了していない自己株式が、貸借対象表日にあり、当該自己株式の帳簿価額、または株式数に重要性があるときであって、かつ、連結株主資本等変動計算書または個別株主資本等変動計算書の、中期事項として自己株式の、種類及び株式数に、関する事項を記載する場合には、決議後消却手続きを、完了していない自己株式の、帳簿価額、種類及び株式数を、当該事項に合わせて中記する。